の角度は30度、どうもキリヌです。はい、今からですねパッキングをやっていくんですけれども、あと1時間ちょいで出なきゃいけないんでね、急いで支度していきたいと思います。それではレッツラゴー。はい、ということでね、今回韓国に行ってまいります私、なんでね、まあ、そのパッキングをやっていくわけなんですけれども、まあ、全くね試着してないんですよ。なんか前回の沖縄の時につけてたネックレスが急に出てきたわ。こういうところにズボラが出ますね。でまずは何から詰めようかなって感じなんですけど、今回韓国ねめちゃくちゃ気をつけたいところなんですけれども、電圧が違うんですよ。だから海外用のねやつをね持っていきます。これ海外用のくるくるドライヤーですね。それからこちらもう普通にアイロンなんですけど、こっからね風出んのポーっつって、あんまり髪を傷めずにね巻けるヘアアイロンなんですよ。小泉さんとねサマンサタバサさんがコラボして作ったやつなんですけど、これ超いい、超おすすめ。はい、あと下着、下着はですねいつもこれに入れてます。これ100均なんだけどめちゃくちゃ便利なんですよ。これがもう普通に洗えるネットみたいになってるから、なんかもし出先でねなんかどうしてもなんか洗濯しなきゃいけない時とかこれに入れて洗濯できるし、家帰ってきてもう疲れて死ぬみたいな時はもうこれに入れたままパーンって入れれるから、まあ、こんなパンパンな状態では入れれないけど、大事な服とかそのまま入れてピンって入れれるからね、これめちゃくちゃ便利です。そして今回はですねなんか気温がめちゃくちゃ寒いらしくてマイナス2度とかなんだって。だから毛糸のパンツを持っていきます。でこの毛糸のパンツねこれ超特徴的なんだけど、もうめちゃくちゃボロボロなんですけど、腹巻きもついた毛糸のパンツ、これめちゃくちゃ便利だから女子の皆さんはぜひ買ってください。見かけたらどこに売ってるかちょっとよくわかんない。うちのお母さんが昔買ってくれたやつをもうずっと使ってる。これを全然なかなか見かけなくて、もし見かけたらぜひ教えてください、ここに売ってるよみたいな。次はこちらですね、これ持ってきます。コンタクトとかクレンジングとか、最近いいなと思うことが歯磨き粉だけ持ってくのでいいやと思った。ホテル泊まったらさ大体歯ブラシあるし、もし歯ブラシがなくても、まあ、歯ブラシを買えばいいじゃん。歯磨き粉のこの中途半端なちっちゃいサイズってなかなか売ってないから、これをねもう見かけたら買うように私はしてます。そしてねこれはクレドポーのトラベル用のやつですね。国外線、国際線国際線のところに売ってるやつで、これめちゃくちゃ便利よ。乳液とか化粧水とかのミニサイズが全部入ってるから超便利。一旦これでまあ一応暮らせはすると思っている。あとメイク用品入れよう。いつも使っているブラシと、今回アイシャドウにこれ持ってきます、パレット。どんなメイクしたいみたいなのが特に決まってなくてさ、なんか着いてからあこういうメイクしようとかって思った時にパレットがあるとめっちゃ便利だなって個人的に思います。今回1泊2日なんですよ。だからこんなでかいねスーツケースは本当はいらないんですけど、コスメを、そしてスキンケアをこれでも買っていいぐらい大量に買って帰る予定なので、こいつで行きます。あえての、とりあえずカバン持ってきます。こんぐらいのちっちゃくてなんか持ち運びいいカバン、これはもう絶対忘れちゃいけない。パスポート、カメラ持ってくでしょ、カメラパーツ2でしょ、財布、メイク直し用ポーチ、あとカメラのバッテリーと、なんか必要なもんあったっけ。服だね、なんかインスタ映えする服をちょっと持ってくるわ。なんかないかな。はい、ね可愛い服にしようかなと思ったんですけど、マイナス2度でしょ、可愛いとか言ってらんなくないと思っちゃって、あったかさメインで選びました。まあまずはですねこちらのニコルンのねパンツとレディアゼルのねモコモコトップスを合わせようかなと思います。2日目がですねちょっとこれ開けてもいないって感じなんですが、ニットですね、トミーフィルフィガーのニットとチェックのパンツを履こうと思います。で3日目は現地で調達した服で帰ります。あとヘアミルク、最近ねブリーチをしてからこれ使ってますね。それからプロダクトのヘアワックス、これルシードイルっていうやつのオイルトリートメントなんですけど、これで N ドットっぽいちょっとオイル感をねケアしながら出そうと思ってね持っていきます。はい、ということでね一応こんな感じで詰めました。結構スカスカなんですけど、どうせねめちゃくちゃ詰めて帰るんで、とりあえずじゃあ一旦スーツケースはこれでいきたいと思います。気持ちですね。あとは何のバッグに入れていくかだよね。こういう時にトートバッグめっちゃ便利なんで、トートバッグ入れていきます。でこれドロシーズっていうねブランドのなんかノベルティでいただいたバッグなんですけど、めっちゃ可愛くないこれ。
あのお土産とかがもし入んなかったようにもう最悪これに詰めて手持ちで、ね、持って帰ろうと思って、これはいるとこ。あ、忘れてた。あとアクセサリーだ。アクセサリーはね、マジでこれみんな買った方がいいよってやつなんですけど、あのいろいろね穴ちょっと開いてるんですけど、電子部品をね入れる用のやつで Amazon で売ってるやつなんですけど、これがマジで超便利だから、こうやってね1個ずつ分かれんのよ。めちゃくちゃ便利。ちょっと完全に忘れてた私。私、YouTuber なんですよ。YouTuber なのにパソコンを忘れてしまいそうになるというね、とても大きな事件を起こしておりました。なのでパソコンはね、必ず持っていかなきゃいけないですね。これマジでめちゃくちゃ便利だなと思ったやつがあるんですけど、手持ちでね、持ち運べる、ヘアアイロンです。これすごい便利。やばい、もう出る時間だ。そろそろもう着替える準備もしなきゃいけない。これがねもうめちゃくちゃ便利なんですよね。ロンドンのザラで買ったバッグ、ほらほらパソコンもさがっつり入るし、物何でも入るし、めちゃくちゃ便利。よし、 OK、 あとはもう着替えて準備完了です。はい、ということでね、着替え終わったので、あとはコート着てね出発したいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。韓国楽しんできてねって思ったら、ぜひ高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。